あ、結構ショートカットしてくれる。ありがてえ。秒針システムだな、この辺り。水だ。あー、なるほど。そうだね。水を含んだ後にハンマーをすると3発まで水弾が撃てんだっけ。そうか、そんなシステムがあったわ。でもまずね、水を放つ。放てるね。じゃあハンマーで、あのラジコンみたいなやつに当てましょう。すると、通電して、ブロックが、向こうに行くと。なるほど。これはどっかで使うな、かなり。さあ、太陽の扉の奥ほどまで届くんじゃないかい？オッケーオッケーオッケー。これで、あとはもう向こう行くんじゃないかな。いよいよ。じゃあこのブロックを叩くと、こっちに変わって、いよいよその奥の扉が開くと。いやー、ずいぶんアカデミーさ、厳重な警備だよな、こうしてみると。いる、奥に。あー、なに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 ？ピーチ姫ロボット。準備完了、レレレレレレ。キラギモロ様、ピーチ姫の声をスタービーズいつも発射できるレレレレ。ついに、世界が私が前にひれ伏す時が来たようだね。いや、正直怖い。あ、回顧録あんね。さすが。いやー、来た。あいつ難しいんだよな、初見だと。初見の時負けた思い出しかねえな。まあ、キプレだからね。いくらなんでも初見一回で行きたいよ。負けたくないよ、俺。いますね。ピーチボイススタート。あ、ギョーギョーギョー、スタービーズがなぜか怒っています。あれって、どうなってんのこれみたいになってますよ。なぜかスタービーズがカンカンになってます。あ、追ってた。ギャー、一体どうした。な、何事だ。なんか、予想しなかった事態が発生した。レレ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 レ。緊急事態に行った時、邪魔者が、今はお前に頑張っていい暇ないんじゃ。あ、ゲラゴビッツが、いとも簡単に。面白いじゃないか。そっちがその気前打ていたつまげよ。お前らあの、機能広告まで吹き飛ばしてくれるわい。ゲラゲモーナー。おきどき。うわー、すごい。曲がすごいアレンジになってる。めっちゃ剣幕がすげえ剣幕だけどな。いよいよ来たか、ゲラゲモーナー。とりあえず叩き込みましょう。得意技チョッパーブロスからご挨拶よ。いくぜー。おら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 。いや、硬っ。59。硬いね、やっぱり。え、待って待って待って、待って、あ、危ねえ。結構優位あんな。あー、結局食らっちゃった。ヘビー16。そうか、あれを食らっちゃいけねえのか。リフレッシュハーブ、確かにこれでもね、リフレッシュハーブで取り消せるぞ確か。え、治んのかな、こういうのって。はい、ヘビー16治る。あ、治ってる治ってる。ルイージはもうヘビー16なくても大丈夫だ。ヘビー16は今、ルイージは別に構わんだろう。行こう。クラウドダメージはそこまでない。耐えれる。行くぞ。せーの。あらら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 らうわー、うわ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 。これってでもさ、見分けられるんじゃなかったかな。いや、見分けつかねえな。さっきのシャッフルの時に見分けるしかなかったのか。でもね、これね、多分2体同時攻撃が一番楽だな。たとえ違ったとしてもってことよ。A、B、B、A、2体同時攻撃で。あ、間違えたやつ攻撃すると。いや、そういうわけじゃない。
はい、はい。間違えて使わせるとこういうことになるのか。でも、あ、どうせ真ん中は、まあいいでしょう。いた、毒、痛い、結構くん。待って待って待って、きついな。どうする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 、この状態どうする。毒も食らってんでしょ、やばいな、毒くらいやばいな。ここ回復するか、さすがに強えぞこいつ。結構強い、やっぱ強い。あ、右右、あー危ない、毒が自然回復した。なんつ、なんつ、なんつ使おう、これは強いって。やっぱ初見負けた時は嘘じゃねえ、初見負けたあの強さは嘘じゃねえ、わかんねえ、初見じゃ見抜けねえこいつが。もう入れ線かと思うぐらい強えな、やっぱ。オッケー、行くぜー。右、あ、み、左、右。オッケー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 、雷ならわかる。ノックバック行くか、今余裕あるよね。オッケー行こう、行きまーす。 B、 イエーイ、せーの、あい、1、2、3、4、5、6、7、フィニッシュ。だいぶ出るね、これは。63。早めに仕留めたい。あの毒やばすぎる。よし、行くぜ。おら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 。しぶとい奴ら、私は忙しいんだ。うわー、来たー、気をつけて。はい。結構ね、手前でいい。手前でいいね、結構。うわ、でっか。やばいな。本気モードだ。本気モード、本気モード、行け。もうこうなったら、ガンガン行こう。こっちも、こっちも、本気でやるのさ、B、A、よいしょ。うわ、怖い。来るね。はい。はい。はい。ちょっと、感覚、あー、くっそ、ヘビー重力、20くらった。ヘビー重力、マリオのヘビー重力は直したいな。ルイージはジャンプできるでしょ、ルイージはジャンプできる。大丈夫だ。リフレッシュハーブ、自分で飲んで。回避できないのはまずい。ルイージは、今、ナッツ使っていいかな。いや、スーパーナッツ使えばいい。普通に行こう。攻めよう。攻めの手を緩めちゃ、勝てねえ、これ。攻めは緩めない。1、2、ラッキーヒット？あ、よし、行った。攻めの手は緩めないもんです。よっしゃ、行ったー。こいつ、やっぱり強すぎるって。まさか、こんなことが。ゲルゴピッツ、埋まったまんまだぞ、お前。キラゲモンさん、安心する、ルルルル。このマシンで、ゲラゲモン食べれず、吸い取るルルルルル。あー、ゲラゲモン吸い取られた。おー、ゲラゴピッツ、最後の一撃を、奴らに与えるのじゃ。了解、ルルルル。マメックー、遅い。あー、あー。そんなバシバシ選んでも。さあ、早く落ちた。スタンビーズの元へ。でも落ちちゃったよ。え？スタンビーズがピーチ姫の声を聞いた、あ、急に暴れ出した。ピーチ姫の声を聞いたスタンビーズがなぜ暴れたのか。これは驚くべき秘密が隠されてるのさ。詳しい話は下に落ちたスタンビーズを無事に取り戻してきてからにしよう。下のフロアって、かがいがんで、かがいで。下のフロアはどうやって行くんだ、でも。ここから。あー、そんなとこ行けんの？じゃあまだ続きそうっすね。でもゲラゲモーラ倒したな。やっぱ強いな、あいつ。うん。まだ敵がいる方がびっくりだわ。まだ敵おんのかいってなったわな、俺は。ああ、はい、ポコン。ポコンして、色変えて。
もう分かってれば大丈夫です。何にも恐れることありません。で、まあ、回復はしといたからね。じゃあ、ホームランかますよ。1、はい、2、よいしょ、はい。まあ、さっさとサンビーズの元行くよ。あれ？あ、なるほど。これを、動いてるから、動きを特性を見て、来る瞬間に、違います。特性を見て、動く瞬間、来る瞬間に、こうか。なるほど。で、ここの扉が開くと。結構割と敵いたんだよな、ここに来るまで。さあ、そろそろこの地下発電室の中にスターンビーズがいるんじゃないかい？なんだ？あ、いるね。え？あー！おやべ、このキラキラ何でしょうかね。スターンビーズ疲れちゃってんな。パーニョー！この輝き、俺の目にくれがなきゃ。伝説のスターミングに違いないっちょ。こんな後から来るのとってもラッキーっちょ。これもカイドウパール様の続きだったりするっちょ。おめえすごいっちょ。いやー、なんでお前ここにいんの？新人！ヘイ！お、俺の目にくれがなきゃ。あそこにいるのこれで赤と緑のやっちょか。いや、どうも、クッパさん。うん、また同じ展開中、面白くないんちゃうね新人。へい、同じ展開が好きなようだ、また戦ってるんちゃう。あ、お、そうなんだ。意外とお前空気も読めるんだな。へい、取り合いになっちゃうな。あ、なるほどね。まずスターミズ安全なところにやってね。はい、よろし、太陽ロですと。割と何そういうのはあるのね。さあ、パーニョ戦2回目です。定数点はですね、やっぱり新人クッパを倒すことなんですけど、やっぱりキプレなのでパーニョから倒そうと思います。パーニョの報酬美味しいからな。いきますか。パーニョ殴りまーす、やっぱり。やっぱりパーニョでも、殴らせてもらいましょうかね。いくぜー。ごめん。またか。またやるのか。またハードモードに行った。もうまあ、早くなってんね。ちょっと速くなってんのか。来るね。はい、オッケー。パーにはね、狙わせてもらいますよ。まあ、ほっといてもいいんですけど、パーによって取ったアイテムとかを味方に使ったりもするんで、回復役とかもしちゃうんで、自分セルフで。そういうことを考えると別に倒す意味もあります。単純に報酬が美味しいからでもあります。クッパを倒しちゃうと、パーニョは一人で逃げちゃうんでね。はい、炎入ってくる。だから実はこいつ、クッパだけ相手にしてれば、大してそんな強いやつじゃないんですけどね。たまにはデラックス行くか？ A! 埋まった瞬間に B! 埋めて !B! A! 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 B! OK! あ、怒ってんね、パーニくん。パーニ怒ってんね。来るね。よし、OK。パーニにアイテム取られたくない。あのね、一番取られたくないアイテムがあって、これ、なんかこれ手に入れてるんですよ、どっかで。これ取られる可能性が非常に高いんで、一アップ機のことも取られたくねえし。とにかくね、もう速攻にしますよ。はい、行きまーす。ビヨンといって、レッツゴー。えい、よいしょ。はい、よいしょ。はい、よいしょ。よいしょ。いやー、そっちに行っちゃったらパーニョにダメージ出ないんだよな。ボーン。はい、オッケー。いった、結構食らう。ハンマーの刺激痛いな、やっぱ。あー、なるほど。ジャンプするとマリオに行くのか。来るね。はい、パーニを早めにします。次第、最強技チョッパーブルース。ジビエの殿下の宝刀チョッパーブルース。47、よっしゃ、オッケー。パーニを倒したね。おやびー。もうあとは消化試合ですよ。
この新人そんな強くないんで。はい、行きまーす。よーい。新人そんな強くないんで大丈夫です。オッケー。報酬が美味しいんでね、狙う価値がある。これ、ルイージ。ジャンプ、マリオ。ハンマー。早いね、前回に比べて。大丈夫、大丈夫、大丈夫。ゲラゲモーナーよりは弱いよ。ゲラゲモーナーよりは弱いよ。一回戦ってるしな、こいつらは。さあ、クッパも激怒か。クッパも激怒状態。バウンドブラスで行こうか。A, B, B, A。A, B、あ、よいしょ、B、A、よいしょ。まだか。うわ、早っ。来るね。ポーン、ドン。はい、せーの、ポン。オッケーオッケーオッケー。ゲラゲモーナーより楽だ。さっきのボス戦が強すぎたんだよ、やっぱ。やっぱゲラゲモーナーさ、ストッパーなんだよな、どう見ても。いけ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 。オッケー、終わり。オッケー。パーにもしっかりと合わさせていただきました。ルーキーバッチ AA になった。あ、やっぱ報酬欲しいわ。さっきの戦いの、やばい、お宅が飛んでっちゃう。超しがみついた豆っ子じゃ。何をしてたんだ、みんなで逃がなんでピーチ姫のマシンまで同じところに落ちちゃったんだ。これね、スタンビーンズがさ、その声を聞かなければこんなことにはならなかったんだ。バーに追ってった、クッパだけは。お、思い出したぞ。わ、我が輩は、我が輩は、クッパ大魔王だー。今思い出すんかーい。そしてついにね、スタンビーンズは、壊れちゃった。クスアイランド。マリオ飛ばされた先はどこなんですかね、ここはっていう。あーカンニここはどこだと。いろいろと、またいろいろ大変な目にやっちゃいましたけど、豆っ子王子は一体何をやってたんですかね、本当に。何これ。はあ、我がクス文明がこの島に到着して、早1週間。クス人と名付けた。彼は私は同じ言語を、内容は理解しがたい。ちなみに、ここはですね、積みポイントです。なので、ここにハートブロックがあるのは自然なことです。だってアイテムやないですからね。ここからしばらくはですね、裏作業はできないんでね、もうパパッと取っちゃいますね。あー、また街に戻れるのはいつになるんだろう。